間に合ったなんか宮島って神の島って呼ばれてて、古来から宮島全体が神が司る御神体であったって言われてるんだって。で、この由来に基づいて島の上に建物を建てずに海の上に建てたんだって。だからもう本当に信仰の神の島。もう今日天気いいしね。最高最高。よかった、無事乗れたし。ねえねえ、なんか結構都会、駐車場がないしコインパーキングが一つもない。でもさ、これ島の大半町ってことだよね。これ島の真ん中だと思う。あ、そういうことか。あ、本当だ本当だ、よかったまさか宮島こんな大都会の島なのかと思ってびっくりしちゃったじゃん。かわいい、並ぶり、かわいい、来たよ、見て、あー、すごいいっぱいお土産屋さんとか。柿かなすごくない？すごい、気になるね。すいません、焼き出しいかがですか。さすが日野さん、焼き立てです。もう柿だらけ、ね、何つけて食べるタイプ。あ、かわいい本当だ、今どきな。中に何も入ってないから、ちっちゃいのこうやって。かわいいね、ここの通り。島でさ、こんな可愛い商店街で後ろに山が見えてるなんてすごい気持ちいいところ、ね、ここはね、揚げもみじまんじゅう食べなきゃいけないらしいよ。そうだね。もうど名物な上になんかすっごい美味しいってネットで。わっ、見て、もうこんなところで鹿が共存です。わー、って海きれい。鹿と海のコラボ、新しい。新しい。泊まればよかったね綺麗。今ね、多分この辺にいて、ロープウェイで山に登れるんだって。でもこれは結構宿泊の人とかにおすすめのコースで、ここに登るだけでね、往復3時間ぐらいかかるらしい。だから今日はこの大松院に行こうと思うんだけど、なので一旦厳島神社をスルーして。ちなみにこれね、お兄さんがすっごいいろいろ説明してくれて、人力車があるみたいです皆さん、ね、私たちはちょっと今回乗らなかったんだけど、坂道が大変らしいから、それを走って登ってくれるって大丈夫に。楽しみ結構、ね、なんか写真見せてもらったらすごそうだったよね。でもね、大体の人はみんなもうここで厳島神社だけ見て、商店街でご飯とか食べて帰る人が多いらしいけど、元はといえばこの宮島は山に神様が宿ってるって言われてた場所らしいから、本当はゆっくり多分ね、山をね、行きたい島なんだろうね。泊まればよかった。今日の朝まで悩んだんだよね。悩んだね。宮島に泊まるか向こうに泊まるか悩んだね。宮島だったよこれはこれは宮島だった。頑張って。可愛い格好してるのに頑張って。まあね、今風の周りで体力をつけなきゃいけないからね私は持てない。すごいいろんな景色が広がってる。あ、天ぷらもみじ。あ、天ぷらもみじじゃん。私は食べられない。食べれるよ、レモンとか。ちょっとレモン到着です。早かったね。10分ぐらいじゃなかった？商店街ぐらい。10分ぐらいだったね。また鹿がいる。あ、泣いてる。泣いてるね。どうしたの？お前が出た？怒ってる怒ってるよ素敵素敵。素敵素敵だね。外国人の方が頑張って頑張って一回リュックを背負って登っております。Thank you.
珍しいね、なんかこういう自分で叩ける、あんまりないよね、はい、何それ。ノーマク三万だ。ボダナンバク。ノーマク三万だ、ボダナンバク。ボダナンバク。はい。真っ暗。そう。名演だってね。5分に1回霧が噴射されるのが春限定らしい。どこからって、いや、この辺全部シューってなるんだよね。すごい幻想的になってる。すごい、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 名物の揚げ場にじまんじゅうって悩んだんだけどね、商店街じゃなくてちょっと離れたところで買ったんだけど、なんか口コミでね、地元の人おすすめって書いてあったよね、あったかい、うん、ふわふわ、おいしい、うん、うん、もみじ谷とロープウェイに行きますよ、続いては。あ、なんかホテルっぽいね、うん、宿泊施設もいっぱいあるんだもんね、うん、新緑が綺麗って言ってた、もみじ谷公園、もうちょっとかな、ここじゃない、多分もみじは結構いっぱいあるよ、生まれたてのもみじたちいっぱいね、なんかハイキングみたいなコースがあるみたい。おー、鹿だ。あ、後ろの子見て、角が生えたて、見てすごい、ちょっていう角が生えてる後ろの子今日はお天気に恵まれて本当に気持ちよい宮島厳島散策で、ランチ嬉しい、牡蠣大好き、そう、宮島はね、牡蠣とね、カラダに大変なのに、そう、宮島は1万人ぐらいの、ずっと行列だったよね、朝からね、楽しみ、フライ定食とお団子飯、かわいいな、すごいプリプリ、おいしそう、大きいね、すごい身プリプリ、うん、うい、うい、うん、幸せそう、幸せだ、うなごめす、宮島名物、広島名物、どちらも、宮島です、どちらもですね、嬉しい、カキフライ大好き、大好き、カキフライ
行列の写真スポット、ちょっと引いてきたんじゃない？干潮だからすごい近くまで行けるよ。あ、ヤドカリ、ヤドカリンディいっぱいいる。ほら、その貝殻ほとんどヤドカリ。うん、そう。これもさ、結構さっきまでなかったってことだよ。そうそう、すごいね。ね、なんかある。すごい、こんな正面で特等席や。本当だ。美味しそう。ね、すごい。新しい。美味しいだね。レモンが有名だからね。広島の空港。美味しそう。酸っぱい上に炭酸がすごい強くて目が覚めた、びっくりした。酸っぱいな、うん、美味しいよ。美味しい、うん、そう、この辺ね、だいたいお店がね、5時に閉まっちゃうみたいで、みんな結構駆け込みで買い物したり賑わってる。でもね、この揚げもみじまんじゅうがやっぱり大大大人気みたいなものだね。すごいみんな食べてたよ ね。今の時間に大人気だったね。うん、うん、うん、美味しい。揚げたら別物だ。本当。めっちゃ美味しい。軽い。うん、甘さ控えめだし。うん、すごく。スイカ。スイカ。美味しかった。想像以上に。レモンです。次は。瀬戸内レモン。薄暗くなってきちゃった。今から船に乗って向こう岸に帰ります。天気もいい、最高だった。でも泊まりできたかったな。やっぱりロープウェイもあるし、山も綺麗って言ってたのに全然見切れなかったし、また来ます宮島。